ジョー・ウェルナーはアメリカ合衆国出身のバスケットボール選手である。ポジションはパワーフォワード。ウィスコンシン大学ラクロス校で2003年から2007年までプレーした。2007年 NFL のグリーンベイ・パッカーズのトレーニングキャンプに参加、プレシーズンゲームにも3試合出場した。ポジションはタイトエンド。同年8月24日にパッカーズから解雇され、 ロースターには残れなかった。その後、オーストラリアのキルシス・コブラ、ドイツのギーセン、オーストリアのウェールズでプレーした。2012年8月、千葉ジェッツと契約を結んだ。2013年1月10日から16日の週間、ローソン・ポンタ MVP に選ばれた。また富山進むしヘッドコーチからシーズン前半戦のチーム MVP に指名された。 平均19.8得点、11.4リバウンドを上げ、46試合中44試合で2桁得点を上げ、31試合でダブルダブルをマークした。2013年7月、京都ハンナリーズと契約を結んだ。京都ではプレーオフファイナルズ出場に貢献。2014年オフ、富山クラウジーズに移籍。フリースローの成功率が高い。ありがとうございます。